お疲れ様でした。お疲れ様でーす。よかったね、綺麗になったな。綺麗になった。どうでした？はい、なんかあけりしてる。もう眠いね。初めてでいろいろ緊張しましたけど、最後はくっついてくれたりして。なんかね、後の意味だろうね。なんか動画撮っちゃったりとかね。すごい可愛いんで、よかったなと思って、3時間でしたけど、ここまで距離縮められて嬉しいです。じゃあ、新しいカード、本当に見つかりますね。できればそうなってほしいですね。でも、すごい。今回初シャンプーだったから、初グルーミングだったんで、ね。そうですね。気を使いながら、ちょっと大変だけど。なんか慣れてくれるとついてくれるので、きっと飼い主さんは素敵な思い出をいっぱい作れると思います。はい、幸せになるんだよ。はい、ねえ、お願いまね。お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。もう何時間かけちゃったんだけど、どうでした？はい、楽しくこの子と一緒にやらせてもらいました。ちょっと怖がりかな。怖がりですね。知らない人がで、ね、でも最後はこんなに、ね、リラックスしてですね、ちょっと身を任せてくれた、ね、誰からもらわれると思います？もらっていただけると思います。すごい怖がりさんなんですけど、とても穏やかで優しい子なので、この子のペースで一緒に歩んでくれる人がいれば。こんなに可愛いかもしれない、ね、そうですね。これパワーアップしてあげてね。可愛いよね。目もキラキラしてるので。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。生後何ヶ月？4ヶ月です。生後4ヶ月のまだパーピーちゃん。はい、かわいい。なんでこんな美しい犬が保健所にと思うけど、なんか脳の障害があるでしょ。そうですね。脳の障害があるみたいで、あんまり立ってられない。はい、なんかフラフラして、フラフラして、ちょっとトリミングも中もちょっと転倒とかが大変なので、今日はちょっと抱っこしながら、抱っこしながら今日はずっとグルーミングしました、はい、ね。なので飼い主さんもそういうのを理解してくれる人がいいですね。はい、もらえると思います。絶対もらえると思います。さっきもかわいいかわいいねって言って2件ぐらい買ったので、絶対いいところに。もう大丈夫でしょう、ね。はい、はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。頑張るんだぞ。尻尾振るんだぞ。尻尾振るよ。はい、どうもお疲れ様です。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。子犬みたいなね。はい、6ヶ月のパピーちゃんです。生後6ヶ月、かわいい、はい、ベロ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 してる男の子ですね。こんなかわいい子なのにママパパがいないなんて信じられない。そうですね、本当に、ね、トリミングどうでした？トリミングはまだ子犬なので慣れないところも結構多いんですけども、ちょっとずつちょっとずつ慣れていくと思うので、うんうん、無理せずちょっとずつやってあげればね、ね、できるようになるよね。できるようになるよね、絶対ね。でも頑張りました。まだチャカチャカちょっとチャカチャカしてるけれども、なんかね、子犬だからしょうがないもんね。しょうがないよね。早くいいお家が見つかるといいね。でもすごく可愛いの。元気いっぱいで、元気いっぱいで、ね、本当にこれから楽しい人生待ってます。ヨー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 、お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、で